皆さん、こんにちは。現在48歳にして、若い頃と全く変わっていない、日本が誇る永遠の美少女、女優の内田有紀さん。そんな内田有紀さんについて調べていくと、波乱万丈な人生を歩まれていました。今回は内田有紀さんが過去経験した、本気の濡れ場シーンについてや、エロすぎる発言、行為についてなど、様々なことについてご紹介いたします。ぜひ最後までご覧ください。ロマンザ。内田有紀さんは1975年11月16日生まれ、東京都ご出身です。そんな内田さんの芸能生活が始まったのは1989年、中学2年生の時でした。その頃からモデル活動を始め、CM にも出演していた内田さん。まだあどけなさの残る少女でしたが、すでにその美しさは人々の目を引き注目されていました。 CM 出演をきっかけに一躍注目を集めた彼女は、瞬く間に日本中の憧れの的になり、その後もテレビドラマ出演やモデル活動と着実に人気を積み上げていきました。さらに1994年には天下を取ろう内田の野望で歌手デビュー、オリコン史上初女性ソロ歌手のデビュー曲で初登場1位を記録し、アイドル、女優として絶大な人気を得た内田さんは、以降、女優業と歌を軸に活動を始めました。内田さんといえば、連続ドラマ、時をかける少女での好演も話題になりましたよね。そんな内田さんの魅力は、若い頃だけのものではなく、むしろ、年を重ねるごとに増している気がします。その美しさの秘訣は一体何なのでしょうか。もしかしたら内田さんのこれまでの波乱万丈な恋愛遍歴がその美しさを磨き上げてきたのかもしれません。内田さんは女優業と歌を軸に活動した。2000年1月、演技の勉強を基礎からやり直すとして北区塚公平劇団に8期生として入団。それに伴って約3年間の予定で歌手業を休業し、活動の場をテレビドラマ、映画から舞台へと移しました。しかし2002年には芸能界を引退することを示し、同年9月に放送されたテレビドラマ「北の国から2002遺言」を最後に芸能界から一時引退。その後、同年12月に同ドラマで共演した俳優の吉岡秀隆さんと結婚されました。結婚式には「北の国から」のメンバーも集まり、盛大に行われたそうです。しかしこの結婚生活はわずか3年という月日で幕を閉じることに。2005年12月に2人は離婚。離婚理由は不明なため真相は定かではありませんが、吉岡さんが内田さんを束縛していたという噂が浮上していました。また内田さんの仕事や外出を禁じ DV を加えていたとも言われ、最終的に内田さんは夫の留守中に書き置きを残して家を出て行ったなんて話も、真相は何にせよ2人の間にすれ違いが生じてしまったのだと思われます。そして2人の間には子供がいなかったということもあり、セックスレスの可能性も指摘されていました。しかしこの時の経験が彼女をより魅力的な女優へと成長させたのかもしれません。吉岡さんとの結婚を機に引退していた内田さんでしたが、自分の居場所を見つけたいとして離婚後女優活動を再開。そして離婚後、内田さんの恋愛は新たな展開を見せます。2007年には人気お笑い芸人の千原ジュニアさんとの熱愛が噂されていました。ドライブデートの様子が報じられるなど、交際の事実はほぼ確実と言われていました。しかしこの恋もなんと1年ほどで終わりを告げています。2009年からは俳優の柏原隆さんとの交際が報じられていました。結婚も噂されましたが、残念ながら破局したようです。このように恋多き人生を歩まれている内田さんですが、演技の道でもなかなかに大胆な役どころに挑戦された過去があります。2010年公開の映画「バカ者」では、成宮博樹さんとの濃厚なラブシーンを披露。常に下着姿やバスタオル姿などで
スタイル抜群の体を大胆に見せ、ベッドシーンでは自然な演技で見せました。その演技の自然さにファンは釘付けになったそうです。若い頃の内田さんといえば、過激なグラビア撮影にも挑戦していました。当時話題となったハイレグ姿は今でも根強いファンがいるほどです。その写真にはうっすらと写ってはいけないものが写っているということでも当時話題になりました。そんな内田さんですが、実はある意外な一面も。かつてラジオ番組で、男の乳首は座れるためにある、私はあそこの毛が薄いんですなど過激な下ネタを連発し、リスナーを驚かせたこともありました。日本中のリスナーが彼女の激しすぎる下ネタに唖然としたというエピソードが残っています。この大胆さと自由な発想は、内田さんが若々しさを保つ秘訣なのかもしれませんね。年齢を重ねても心は常に若々しく、新しいことに挑戦し続ける姿勢が彼女の魅力を一層引き立てているのでしょう。そんな内田さんの魅力は単に見た目の若さだけではありません。様々な経験を重ね、そして乗り越えてきたからこそ醸し出される大人の色気、それが48歳になった今も多くの人を魅了し続ける理由なのかもしれません。彼女の生き方は年齢を重ねることを恐れず、むしろそれを楽しむという現代の女性たちへのメッセージにもなっているように思えます。ロマンザ。このように人生を楽しんでいる内田有紀さんは、今年5月にプロ野球東京ヤクルトスワローズ VS 千葉ロッテマリーンズヤクルト1000ナイターに登場し、29年ぶりとなる始球式で投球を披露しました。ヤクルト1000&ヤクルト届けてネットキャンペーンアンバサダーを務める内田さん、1995年19歳の頃以来となる始球式に挑み、スワローズのユニフォーム姿でグラウンドに登場しました。マウンドに立ち、左足を高く上げ、美しいフォームでボールを投げると、ノーバウンドとならずもキャッチャーミットへ、おーおーという歓声と拍手が送られ、笑顔を見せました。始球式を終えた内田さんは、40代後半になってきて、年齢を重ねて改めて、このマウンドに立たせていただける、始球式にまたお声掛けいただいたということは、本当に感謝でいっぱい、今日は胸がいっぱいになりました、と、安堵の表情を見せていました。また、今後挑戦してみたいこと、を聞かれると、挑戦というほど大きくなくてもよろしいですかと前置きした上で、毎日自分に拍手、これがしたいと思って年齢を重ねてくると人から褒められること少なくないですか、よくやったねとか頑張ったねとか、子供の頃みたいにいろんな人が褒めてくれないから自分で褒めるんですと語った内田さん。さらに、今日はワンバウンドしてしまったけれど、投球練習してうまく投げられたかもしれないっていう時は自分に拍手、小さいことでもいいんですけど、毎日自分を大きく褒めてあげる、そうすると生き生きと年が重ねられるような気がしていて、年齢を重ねると体の不調も出てきますし、そういうことを乗り越えるためにも自分に拍手、これを挑戦して続けていきたいと、日々の生活を送る上で大切にしていることを明かしていました。いかがでしたか。今回は魅力あふれる内田有紀さんについてご紹介いたしました。若い頃と変わらぬ美貌で活躍し続ける内田さんのこれからの活躍も応援していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それでは、また。